延長に入りました。中田、キープ力には評判のある選手。さあ攻撃に注目です。後ろからチェック、コマン、左に送って、いいところで受けた。さあいけるか、行くか、奪います。これは外れた。宮本、スペースを使う。エマート、激しいマークを見せます。左へ出した。ヒューエル、スペースへ出す。おっと、これはコーナーキックです。ここは大事にいってほしいですよね。さあボールが入ってくる。危ないところでした。決めれば逆転。もう少し待ってから行ってもよかったんですけどね。左へ出した。いい形出ましたね。中に誰もいない。ヘディングで跳ね返す。再びチャンスになった。もっとヘッドで競り合う。おお、さあサイドからアーチー・トンプソン、折り返せるか。さあチャンスになる。アロイーズ、ここで待っている。ここはなんとかクリアです。狙いとしてはいいと思いましたけどもね。ここで延長戦前半終了。延長前半が同点のまま終了しました。さあ延長後半スタートです。今日は全く目の離せない試合を見せてくれています。それではお伝えしてまいりましょう。柳沢、いいですね。コース先読みしましたよ。良い守りです。コマン、現在ゴールランキング1位です。カップ戦での成績です。カジ、さあどんな展開を見せるのか。中田、中盤の選手です。送ってきた。いい攻撃だ。入った入った、ゴール。さあオーストラリア、早く1点返したい。カーヒヘッドでの競り合い。さあ中から行きます。追いつけるか。思い切って打ってきましたね。いい感じですよね。ああやって打っていくっていうことはいいことですよね。小さく回します。頭で競り合います。ラザリディス、右にさばいて得点につなげたい。中には4人、中には3人いる。シュート、さーてコーナーキックに変わります。どう攻めてくるんでしょうか。中を狙ってきた。後ろへ下げる。宮本、いいボールだ。左サイドからのチャンス。うわっと、ああ入った、ゴール。もう試合も終わろうかというところ。日本ダメ押しの一発でしょうか。カジ、ゴール右隅に決めてきた。お
攻撃の形は良かったんだ。さあ、オーストラリア、これ以上離されると辛くなります。あーっと、ホイッスルです。試合終了、3対1、日本アジアオセアニアカップチャンピオンの座に輝きました。さて北澤さん、今日の試合ですが振り返っていかがでしたか。そうですね、日本としては終始自分たちのリズムで戦いましたからね、いい内容の試合を見せてくれたと思いますよ。チームの調子も、さあ皆様、スタジアムでは選手たちが応援に駆けつけてくれたサポーターたちに対しての挨拶が始まっています。さあ表彰式はもう始まっています。そしてカップを大きく天に掲げました。日本優勝、サッカーの神様、彼らに微笑みました。とても美しい光景です。いやもう関係者たちもね、ないでしょうね。さあ皆さん、画面では優勝を祝う記念写真のシーンが見えていますが、残念ながら時間がなくなってまいりました。ご覧いただきましたように、決勝戦の結果は3対1、日本見事優勝を決めています。解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。実況は私ジョン・カビラでお送りいたしました。皆さんまたお会いしましょう。